はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいます。アスレコです。それでは、ゴーストオブツシマ、やっていくよ。で、ここに、なんだ、ホムラの剣を、やりに行くぜ。で、ここまで来るとね、なんかね、寒いっつって、ダメみたいっ凍えてす。きた。ほら。これ何なんでしょうね。どうすりゃええねん。かじかんできた。死んじゃうか。このままでは凍える。あー、寒。ダメみたいだね。寒寒だな。どうすんのこれ。ちょっと登んなきゃダメってことか。覚えてきた。とっとと、登れよ。早く体を温めねば。温めるってことはどうすりゃいい？火はないのか。ダメ？ 燃えない。これほど寒いとは。とっとと登らんといかんみたいですね。焚き火使ったところで。頂に着いた者はどれほどおるのだろうか。マジか。あと何号あるんだこれ。寒いな。あー、落ちたー、もう。マリスポンがここになるみたいですね。さあやろうが。よっ。凍えてきた。降りろってんだい。早く体を温めねば。やろう。火はないのか。いやー、ってねついてくれ。少し休もう。リスフォンポーン、リスフォン。呼ぶ。いちずる。おう、固まっちゃってんね。よっ。凍えてきた。くー、こんなんもうわからんでしょ。体を温
固めねば。なんで熊いんだよ。熊吉くん。火はないのか。いってえな。あー痛い。おー剣が当たらねえ。早く体を温めねば。飛んで、このままでは凍える。だこの世の地に道場。道場はっ、鎧。よくぞいらした。おつらかったでしょう。あらま、誰。酒井仁だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。あ、そう。小村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。おいしってなんだ。火打ち石ってこと。これ、あやつと剣を交えれば技を得得できる。誰やねんあんた。風神。あーい、なんだ。あ、これか。ドンドンドン。はい。はい。うお、くー、やられたー。レッツパーリー！イエー！スルッ、スルッ。いただけ。小村の剣を侮ってはなりません。いただきます。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。するよ、するするする。立ちなさい。する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 さて、一方的だな。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。どう。あ、これか。一騎打ちの時にも使えるんだら楽じゃんね、こんな。よし、じゃあノリをノリをやってく。ノリをノリをやる前、まあいっか、ノリをで。いたいた。助け。お助け。
いってえ。この野郎ゼル、カッカッカッカー、おいどういうつもりだとべ。切りはせぬ。戻されていたんだろう。猛虎をたたえておったな。見返りは何と約束された。断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか。戦自宅をしております。お連れいたしましょう。ノリオ、津島の守り手。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしようと。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話しています。なんだそんなこと。クロード様です。どうちゅう。誰だ。ノリオ。ノリオは港の中におります。そして小勢を両脇に送り込んだ。火を隠れ蓑にするのだ。するのだ。酒井様。なんだ。皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。うん、あんなことがあってはな。櫛寺が同じでも、あんなこと寺は奪えます。まだ、あ、あいつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。ああ、戦じゃ戦じゃ。金田の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。お化け。お化けがいる。見えるのだすみたいなスタンドになってんの。遠いっすね。どこら辺が歩いてんの。ああ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。ノリオ様になってる。寺は杉林の向こうです。そうは捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。
考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりました。我らも長い付き合いになるからな。長い、1ヶ月ぐらい。肉が2、3ヶ月ぐらい、わからんけど。あ、仲間？ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。クシデラが味方とは心強い。杉寺と赤島、クシが一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。行くぞ、レッツパーリータイ。レッツパーリー、イヤッハー。うわ、もういるんだね。もうちゃいまし。なるほど。殺す順番があるはずだ。レッツパーリーしようか。レッツパーリー。死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れても、その名は永遠に語り継がれよう。残る。やめろよ。待て、あいつは俺がやる。あーちゅーちゅー、あーちゅーちゅー。うわー、つー、俺もつー。ひよりだ。うわー、マジでひよりか。あっちへ向かいます。だよ。それやった。どこでしょう。もう行って。今の無理でしょ。どう考えても。それあつ。あいってー、やられたー。たくよー、もう。ありえねんだけど。スルスル。そうと一緒にいた方が安全だな。いてぇ、何振り回しとんじゃい。たくよー、うら。それよ、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 あぶれ、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 なんだったんだい。いやー、あば、くー、いって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 、どこのバカだよ。ほらよ、スルスル、スルル、ほら、よし。あら、うぐ。あら、うぐ、うぐ。うまねえ、バカ野郎。うぐ。いやあ、犬くっこら。さあ。する。あ、うっす。最悪。
ここで暮らしていた時は兄も奉神も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か壊されていないか確かめなくては。さあこちらです。瞬間移動しやがって乗りを。ああ、なんだ。本当に行くんだろ。いやいやい、乗りを。酒井様、どうした。この中に入ってはなりません。何があるとどういうこと。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。入る。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきり猛虎に全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針串寺赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ、出てくわ。ふいふい長、
ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか？まだ息をしてる。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです？何？ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。復讐じゃ。雪が降りやんだら別れを告げます。寝とるわ。鎧のまんま寝るのか。ほう。ちゃんとした布団やんけ。ば、お。乗りようか。最後にこれやっときましょうか。これ何？よし、あともう注意。なんもね。よっ、そうざっくりとな。じゃあここにあるね。さあ、はい。見えない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 。いただきいただき。火薬、火薬どこ？あれか。よっ。行くぞーい。はいはいはい、オッケー。つらかるわよ。さきと、行くぜー。はい、よいしょ。ああ、やられた。あっ、最前面どんどん。くっ、いただけ。すっ、はい、あぶねえ。行くぜ、完全世界。ハーンのために作られた鎧の一部だ。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。今回はこの辺にしときましょう。それでは、またのぐらいでお待ちしております。バイバイ。